NJKF 太田拓磨 VS ヒロとのフェザー級王者対決、無敗同士の劉左官と指紋が激突。2023年2月26日日東京後楽園ホール NJKF2023 ファーストの全対戦カードが発表された。メインイベントはスーパーファイトとしてフェザー級3分 3R で元 WBC ムエタイ日本統一フェザー級 &S1 ジャパン 55kg 級王者の太田拓磨新興ムエタイジムが M1 日本フェザー級第5代 WMC 日本同級王者のヒロと WSR 荒川ジムと対戦する。太田はジュニアキックを経て2015年4月にプロデビュー、2019年に S1 ジャパントーナメントを制し、ライズ・ノックアウトにも参戦。2022年5月にはクルッシュに参戦し、蹴りのテクニックを駆使してユウスケから判定2対0で勝利を収めた。対するヒロトはテクニシャンとして知られ、2022年3月に WMC 日本フェザー級暫定王座につくと、7月に佐野貴信を TKO に破って WMC 日本フェザー級王座を奪取した。フェザー級王者同士のテクニシャン対決となる。セミファイナルは NJKF スーパーフェザー級5位劉左官、リ・オボンボ・フリーリーが同級7位シモン、東京町田キンスジムと対戦。劉左官は中学生でキックボクシングを始めてアマチュアで経験を積み、2021年6月にプロデビュー。2022年9月大会では木下龍太佑、伊原道場本部に判定勝ち。アグレッシブなファイトスタイルとキレのある蹴りを武器にするサウスポー。シモンは2021年5月にプロデビュー。同じく昨年9月大会では匠キングジムに判定勝ちしている。全勝同士の対決となった。第8試合では元 WBC ムエタイ日本統一スーパーフェザー級 NJKF 同級王者の山浦俊一新興ムエタイジムが NJKF ライト級3位の格谷 K クローニーと 61kg 契約3分 3R で対戦。第7試合は NJKF バンタム級3位嵐キングジム VSNKB バンタム級5位佐藤雄志拳新館の NJKF NKB 交流戦バンタム級3分 3R が行われる。